つついはじめは、デザイナー、アーティスト、芸術家、実業家、東京都葛飾区出身。カメラ仮面、はじめロック名義でのネームで、タレントや、ランドスケープフォトグラフを出版。つついはじめヒョザイモン、つついはじめエルホモス、ニニタ、カネオナルキの、ブランドデザイナー。その世界観は柴叩く間に広がり、多数の TV、雑誌の取材オファーを受ける。 セガミニジャイルスプリングなど多くのファッション雑誌の定番ロケ地となる。絵画2フラワーが世田谷美術館展賞を受賞。東京大学病院賞2課、メダカの学校美術講師を務める。そのデザインは宮崎葵、長沢正美、深田京子、石原里美、大塚愛など数多くの女優、ミュージシャンたちが衣装として着用した。 504ズボンメガボルトロックンロールジャックが YouTube ビデオアワーズジャパン2008最優秀映像賞ノミネート。マイハシブームを起こし100万本のセールスを記録。後に天皇皇后の使用する箸を手掛ける。ありがとうございます。